全国の皆様、水カンリンバの注文本当にありがとうございました。たくさんの注文だったね。水カンリンバはこうやって鍵盤を下に引っかくような感じで滑らせて、力を抜いて力まない、あんまりね大きな音を出せる楽器ではないので、優しくなんか動物たちとか鳥たちに語りかけるように音を出してください。そして水に、中の水にその音を乗っける。そうポヨンポヨンってなるよね。君の幸せ、いつも祈るよ。